英語圏は公用語や国語に英語が定められている、もしくはそこに住む、人々の主に話す言語が英語である国、地域の総称。かつてイギリスやアメリカなどの植民地であった地域が英語圏になっている場合が多い。英語は世界80カ国以上で話されている。国の公用語が英語であることは国民や地域住民の過半数が英語を 大一言ごとする、もしくは英語を話す能力を備えていることとは、限らない。例えば、ジンバブエでは、国民の大半が、諸名語もしくは北ンデベレ語を日常会話に用いる。世界の英語話者の3分の2が集中する、アメリカ合衆国では、憲法の規定としての公用語は存在していないが、 事実上、英語の占める位置が圧倒的に優勢であるため、英語圏とみなされている。世界の英語圏地域。濃い青色は、英語が、公用語、または事実上の公用語となっている地域。薄い青色は、英語が、公用語であるが主要な言語ではない地域。国別の英語は、社人口に、3を、アメリカ合衆国一国が占める国と、 国家連合イギリス自治療国地域国地域国地域。ありがとうございます。